そもそもネオステニンです。今回はネオスにいるクランウェルツノガエルをご紹介します。ネオスは熱帯魚以外にも昆虫や両生類も扱ってます。では見ていきましょう。いくぞー。まず最初はこちらのクランウェルツノガエル、ライムグリーン。鮮やかな緑で可愛いですよね。クランウェルツノガエルは飼育が容易なことからペットとして非常に人気があり、プラケースに水を薄く張った容器の中でも飼うことができますが、最近ではビバリウムでの飼育が多く見られます。スタンバイ。餌は週に2度ほど小さめのコオロギを2匹から3匹ほどピンセットなどであげましょう。人工餌はならせば食べますが、動くものに対して食いつく種類ですので、そこは把握しておきましょう。基本的に動かないカエルなので、人に慣れていればこのように可愛い姿が見れます。別の色の子も見てみましょう。こちらはライムグリーンのアルビノになります。こちらの子は色が白っぽい緑でアルビノなので目が赤いです。後ろはこんな感じでシンプルな模様で綺麗ですね。他にも色々な模様の子がいるので、ぜひ検索してみてください。ブラウン色の子だと思って持ってきたのですが、たまたま入荷していたオレンジブラウンの子になります。いろんな色の子がいるので楽しいですね。体はオレンジ、模様はブラウンになり、とても似合ってますよね。成長するとまた色も変わるので、それを楽しみながら飼育するのも楽しみの一つです。アプリコットになります。クランウェルツノガエルのアルビノ個体でオレンジ色が強いのが特徴になり、今人気の種類です。後ろはこんな感じで模様も綺麗でかっこよく、飼いたくなってしまいますね。いやー、とても可愛かったですね。 Twitter、Instagram のフォロー、チャンネル登録していただけると嬉しいです。紹介してほしい生態やアクア用品ありましたらコメントにて書いてください。それではまた次回の動画でー。